はい、皆さん拍手拍手。ま、私たちしかいないんだけどね。合わせ鏡と討論するようなものだけど、そこは気にせずやっちゃいましょう。鏡と討論するなど時間の無駄では、迷いこそする結論は同じになると思います。そうとは限らぬ、そう遠慮ではないか。臆病になることはなかろう、古き姫よ。我らは確かに同じ霊気で活動しているが、あり方、思想は別のもの。私は父の思惑通り、どのような運命にも出会わず、数千年の時を過ごした神祖の王族。反人類史風に言えば、存在しない異譜だ。王族といっても、臣下も民もいない、寂れた城の姫ではあるが、そこは流せ。一人であっても退屈はしていない。このように、様々な夢を見ることもある。それに、実体として存在はしていないが、性質としては最も強い。貴様たちはいわば器によって育った理性。私は器を作る際、原型になったもの。貴様たちの理性が薄れれば、私そのもの。とはいかぬが、私と同じ性質が表に出る。暴走というやつだ。覚えがあろう、新しき姫よ。我が資質とはいえ、死とはしたなかったな。はあ？ここで私の反省会とか開かないでほしいんですけど。そもそもあれ、暴走じゃないし、まだ理性あったし、ちょっと意固地になっただけだし。意固地ですか。礼節を手放し、感情を優先するとあなたのようになるのですね。教訓として覚えておきます。決してそうはならないために。昔の私、想像以上におしとやかね。自分とは思えないわ。私もあなたを自分とは認識できません。体の使い方も、思考の結論も、何もかも違います。一体何があれば、この状態の私がそのようになるのか、想像力の限界を超えています。何って、それはもちろん見ず知らずの人間に。キャッ！ごめんね、その先は内緒。大切すぎて自分相手でも話せないのです。別に、聞きたくはありませんが。本当に、あなたはよく笑うのですね。そんなに楽しいと感じることが多いのですか？ええ。世の中、楽しいことしかないくらい。あなたにも、それがいつか伝わればいいけど。まずは、今日の問題をやっつけちゃおっか。バレンタイン、興味あるんでしょ？チョコレート、私からカルデアさんにはあげられないけど、あなたからならいいと思うな。だから、私は別に、どんな行事か知りたいと思っただけで。星の内海から外の世界を知らないとはいえ、私はアーキタイプアース。星の記憶を預かるもの。表層で栄えた知的生命体の文化、風習くらい知っておかなければいけません。うむ。それには私も同感だ。その時代の流行は抑えておきたい。せっかくカルデアという人の組織にいるのだ。知るだけでなく参加する方が、より情報が濃密になろう。これは我らの古剣に関わる話。そちらの新しき姫はカルデアに順応しているが、我ら姫組は距離を置かれている。これがいささか頭の痛い話でな。箱入り、世間知らずと言われるたびに無礼者を処していては、カルデアは無人になってしまうだろう。それは、確かに。私も黒ひげと名乗るサーヴァントと会話した折、危うく平面化10回より押しそうになりました。
なるほど。これが未来と過去の私か。どっちも人間社会に慣れてないときた。バレンタインに参加してもいいなんて上から目線はやめて。バレンタインは人類の行事じゃないわ。私たちの、いえ、あなたの行事よ、過去の私。感謝とかお礼とか、あともっと相手を知りたいとか、そういう感情があるんでしょ？なら自分から行動しないと。カッコつけていても気持ちいいのは自分だけなんだから。格好をつけているわけでも、まして気持ちがいいわけでもありませんが。バレンタインが近づくごとに、どんな日になるかってそわそわしていたのに。期待も不安も同じことよ。そういう心の働きを人間は気持ちいいっていうの。自分じゃない誰かを思うのって楽しかったでしょ？確かに気持ちが集中していたのなら、それは私の行事ですね。私の行事である以上、チョコレート製造もやぶさかではありません。あなたは詳しいのですか？もちろん！インチキなしで、ちゃんと手作りを用意しました！インチキなしだと？神ですか、この私！おっと！かつてない驚き&自己肯定！二人ともやる気を出してきたわね！大丈夫、チョコ作りなんて簡単簡単。勝利への手順、私が教えてあげましょう。調理用具を満足に使うことすらできないとは。私、ここまでポンコツだったか。私のせいではない。人間の道具が脆いだけだ。そうも、調理ができるからなんだというのだ。新しき姫は発想が小さくなったな。チョコレートなぞ工夫を凝らしたところで甘い以外の味などなかろう。であれば、あとは量と質の勝負。私は箱に収まる程度のものは用意せぬ。地表を操作し、カカオの木を大量に育て、これをまとめて溶かし、新しい海、チョコの海を作ればよい。これであれば他のアーキタイプにも負けぬであろう。はい、失格。原型の私っていっつもそうよね。スケール大きければいいと思ってるの？さっき私に言った闇覚えてる？私には向かぬ。そもそも菓子作りなど王族のすることではない。私はここで退席する。あとは貴様たちに任せた。事の結果だけを知らせよ。新しき姫と古き姫、どちらの成果も結局は私のものだ。逃げたわね。冷酷で飽きっぽくて、それでいて欲しがり屋。あれが私の元か。身に覚えありすぎてへこむな。あれのことは忘れましょう。今はチョコ作りに集中してください。アルクエイド、湯煎した後に味を加えてもいいのですね。あなたが用意したチョコレートは苦味がありません。もっと上品な、一口食べただけで奥の深い印象にしたいのですが。何か？ううん、ちょっと驚いただけ。自分に自分の名前を呼ばれるのは初めてだったから。まあ普通はありませんね。落ち着かないのなら改めますが。ううん、ぜひそのままで。私とあなたは同じ器から派生した結果だけど、ずっと自分をないものとしていたあなたがその名前を口にすることはとても嬉しい。そうですか。マスターがあなたをそう呼ぶので、私も習っただけなのですよ。そっか。あなたがそう思うくらい、あの子は大切に見てくれているのね。よーし！チョコ作り頑張ろうね！
どんなチョコにしたいのかもっと聞かせて。オッケー、要は最上級のチョコレートってことね。何を隠そう、そういうのが一番得意なのです。ドドーンと私に頼ってよーし。失礼します。ごきげんよう、カルデアのマスター。時間はありますか？なければこのまま立ち去りますが。そうですか。他のサーヴァントの話によると、この日は分単位で忙しいとのことですが、時間があるのならいいでしょう。これも縁があったということです。こちらをどうぞ。私もカルデアに席を置くものです。この程度の合わせはします。世間知らずとは思われたくありませんので。飛んで喜ぶほどのこととは考えていませんでした。バレンタインとはそれほどの行事だったのですね。もちろんです。何分初めてのものなので、口に合えば、いえ、口の方を合わせてください。半分はアルクエイドが作りました。彼女からの感謝の気持ちだそうです。どうしてヒビを入れるのかわかりませんが、彼女の感性ではそれがかっこいいのだとか。同じ存在だというのに好みは違うということです。最終的には私の方が上手くなりましたし。あ、言うまでもありませんが、黒い方のチョコレートが私の作品です。では私はこれで。バレンタイン楽しまれますよ。何か？さあどうでしょう。自分のことはよくわかりません。ただそう問いかけてくれるあなたの顔をここ数日想像していたのかもしれません。それが叶って胸の鼓動が聞こえてしまいそうなほど大きくて。彼女の言う通りでした。言葉にするのはもったいないというものです。